直営店が出してる看板と同じ看板を出して、うん、そのフランチャイズオーナーがバツってしてたんですよね。あの JCB 使えませんみたいな、それが最悪だったっていう感じなんですよね。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。今日のテーマはいきなりステーキで JCB が使用不可にです。くすなさん、いきなりステーキは行かれたことありますか？いきなりステーキもないんですけれども、はい、でもクレジットカード使うことは あります、はい、よく使いますか？使いますね、うん、JCB カードはどうですか？ JCB とビザも使いますね、うんうん、もし普段行くお店でいきなりカード使えなくなったらどうします？はい、なんかあったのかな、このお店大丈夫なのかなっていう、そうですよね、うん、気がして不安になりますよね、うん、でもそもそもあんまりそういう状況って今まで、今まではないですよね。ないですよね、ないですね、うん、なんかびっくりしたというか、そんなことがあるのかってちょっと思ったんですけど、いよいよ危ないのかなっていう不安になりますね。ね、そうですね、うん、白坂先生、今回のニュースですけど、どうなぜなんでしょうか？まあ、いきなりステーキっていうのは、うん、まあ、その直営店とフランチャイズと、まあ、両方あって、直営が7割なんですよね、うん、でフランチャイズが3割なんですよ、はい、でなった時に直営の方はJCB は、うん、まあ、最初から使えてるんですよね、はい、うん、だから今でも使えるんですよ、うん、でフランチャイズの方はフランチャイズオーナーの判断なので、はい、いや、うちのお店は JCB の決済を認めますとか認めますっていう、うん、認めませんっていうのを、はい、まあ、オーナー判断ができるんですよね、うん、で、まあ、今回のニュースっていうのはそのオーナーが、まあ、結局 JCB っていうのは、まあ、使わないっていう判断だったので、だから使えてたものが使えなくなったわけじゃなく、もともと使えなかったものがネットで話題になったっていうことなんですね。そうなんですね。あの、どうしてでもオーナーの方はカード使っ、どうやって選んでるんですかね？まあ、あの、結局クレジットカード会社に、まあ、2つのお金を払わないといけない。1つは初期投資っていう、じゃあその JCB でのカード決済をうちのお店に導入しますってなると、うん、まあ、結局お店フランチャイズオーナーは、まあ、JCB に対してまずその初期投資をしないといけないっていうのが1つと、あとはもうその決済のために、まあ、クレジットカード決済手数料をお店が JCB に負担しないといけないっていうのがあるので、まあ、それで使うとか使わないって判断するわけですよね。投資対効果として初期投資して、しかもお客様が決済するたびに手数料払っても、その手数、あの、それ以上にお客様が増えたってなればプラスだし、別に現金決済の時と、まあ、例えば JCB を入れた時でお客さんの数が増えなかったってなれば、単純に手数料払う分だけ、まあ、損なので、まあ、現金決済してほしいと思って、まあ、やらないっていう考えになりますね。あの、売上と手数料というか、どれぐらいの差があるんですか？まあ、あの、カード会社によって違うんですけど、まあ、目安としては 3% から 4% ぐらい、はい、まあ、だから1000円のお金を、まあ、お客様からいただいたら、はい、まあ、30円、40円は、まあ、カード会社に払うっていうイメージですよね。1000円で30円だったらそんなに高くないですか？うん、あの、高くないんですけど、それが要するに現金だったら1000円丸々もらえるわけですよね、うんうん、でカードだったら、まあ、30円40円は払わないといけないので、うん、まあ、その分お客様が増えるかどうかっていうのを考えないといけないですよね、あの、飲食店とその利益率とかどれぐらいなんですか？利益率は、まあ、それはお店によって違うんですけれども、まあ、一般的には利益率は低いですよね、うん、まあ、10% 出てれば、まあ、すごく優秀なお店。あ、10% なんですか、うん、はい、その中でカードが 3% だと、それは結構な、うん、大きいですよね、大きいです、まあ、大きいです、大きいです。ただ実際はやっぱり お金の払いが便利になるとお客さんは増えるので、うん、まあ、なので本当は入れた方が、まあ、プラスはプラスだと思うんですけど、うん、今回の、まあ、問題っていうのは、うん、あの、直営店が出してる看板と同じ看板を出して、うん、そのフランチャイズオーナーがバツってしてたんですよね、うん、JCB 使えませんみたいな、それが最悪だったっていう感じなんですよね、うんうん、もうじゃあ決済できないんだったら、うん、その看板使わなければよかったわけなんですよ、うん、だから直営が使ってる看板にオーナーが、いや、こう、 うちのお店これ使えませんって言って罰してたんで、これは消費者からしたらイメージが最悪、うん、そこが最大の問題だったって感じですね。そのあたりは直営店というか本部の方の指導というのがなかったんですか？今だから本体が相当、あの、弱ってるんで、うん、いきなりステーキは、なので、まあ、株価は最高値からしたらもう 85% 落ちてるんですよね。
うん、でしかもその財務状態っていうお金の状態が、はい、まあ、借金が 85% なんですよ、うん、ってなるともうちょっとその企業としての存続を一生懸命やってる状態なので、うん、多分その FC フランチャイズに対しての その指導をそんなに一生懸命やるほどの余裕がないっていうところが実情だと思うんですよ、うんうん、あのじゃあフランチャイズと直営とカードとか決済のやり方もそもそも本体は決めていなかったと。そうですね、それはフランチャイズオーナーが選べるっていう形だったんですけれども、まあ、ただあの、まあ、直営にしてもフランチャイズにしてもやっぱ経営者であれば大事なことっていうのは痩せ我慢っていうのもすごく大事で、うん、あの例えば人間も服を着てたら裸わからないじゃないですか、はい、実際その人が太ってるのかどうなのかとかお腹が出てるのかとか出てないのかってまあわかんないですよね。お店も一緒なんですよ。お店もなんかすごく例えば電気がこうこうと照っててすごく外見が良ければ流行ってんのかなって見えたりするんですよね、まあ、一部の投資家はこう決算書とか読み込みますけど、そんな消費者ってもうごくごく一部なので、やっぱその演出っていうか見せ方、もういきなりステーキ明らかに今業績厳しいんですよ。厳しいんだけどそれはわざわざ自分たちに見せるようなことをする必要はない。まあ、今回で言えばそういうなんか看板に×とかしてなければまあ分かんないことなので、まあその辺がちょっとこうかなり甘かったんじゃないかなっていう気がしますよね。いきなりステーキは今後もう下がる一方なんですか。あのどこまで下がりがどこで出血が止められるかでしょうね。かなり厳しいと思います。そういう中で、まあ、じゃあカードに関しては特に問題、そうですね、もともと使えなかったものが使えないってみんなに分かったっていう、まあ、それでこうネットで拡散したっていう話なので、まあ、問題ではなかったんですけれども、まあ、ただその問題のなり方がわざわざ自分からそういう宣伝をするようなことをしてしまってたっていうことですね、はい、うん、やっぱり消費者の中でもいきなりステーキちょっと危ないんじゃないかというのはあったんですかね。それで広がりやすくなった。そうですね、まあ、ちょっと社長の方がなんかこう皆さんお店に来てくださいみたいな手紙を出したりとか、うん、わざわざ自分のお店が厳しいんですっていうのをやってしまってるんで、うん、ちょっともう今悪循環に入ってますよね、完全に、うんうん、逆になんかそれがじゃあやってみ、そういう時だから行ってみようっていう風にならないんですか。あの短期的にはなりますけど、うん、やっぱり投資って長期的なので、もう企業の業績も株価も、うん、短期は感情で動くんですよ。ああかわいそうだとか、うん、なんか助けてあげたいとかなるんですけど、はい、絶対長期は論理で動くんですよ、ね、はい、うん、例えばじゃあ1995年の阪神淡路大震災に、うん、今でも私はずっと寄付を続けてますとか、うん、2011年の東北大震災に対していや私は今でも炊き出しに行ってますとか、はい、ないんですよ、うん、一時的にはありますよ、うん、あの人たちはかわいそうだから私たちは助けに行きたいってあります、寄付もします。でもそれって5年10年続くものじゃないんですよね、うん、だからやっぱ企業の経営者っていうのはそういうなんかこうみんなに情に訴えるようなことをするぐらいだったらもう飽きて締めないといけない、うん、そういうのは本当に対処療法で根本的な解決には全くならないので、うん、やっぱり飲食だったら早い安い美味しいとか、うん、まあ、そういったことをきっちりやっていかないとやっぱ長く続かないですよね、うん、投資家としてはいきなりステーキも対象ではないですか。もともと会社自体がペッパーフードサービスっていう会社がのメインがいきなりステーキなので、うん、いきなりステーキ自体は多分相当厳しいと思うんですよね、うん、ってなったらその会社自体のペッパーフードサービスが別の業態とか別のブランドをもうなんかこううまくいかせるしかないかなと思います、はい、うん、じゃちょっと最初の話に戻りますが、今回のニュースの本質はどこにあったんでしょうか。まあ、今回のニュースの本質に関してはもうその企業とかそのお店が伸びる伸びないっていうところで、まあ、結構見た目とか外見とか見せ方っていうのもすごく大事なので、やっぱそういうふうに消費者が、まあ、例えばそういうなんかカードが使えないってなったら不安とか、このお店大丈夫かなっていうそういう感覚ってすごく大事なので、そういうこう一消費者の目線でお店を見たらそのままそれは投資の判断の一つ基準になると思います。見た目もそれなりに大事です。大事です。ものすごい大事です。はい、もう看板とか、はい、うん、めちゃくちゃ大事です。人間と一緒ということです。一緒です。全く一緒です。はい、分かりました。じゃあこれからもキングステップのお店とか体験も見た方がいいということですね。はい、分かりました。今日もありがとうございます。